あーテンション下がるわー。今年はおとなしく生きようかな。年明け早々何をぼやいている。新年だから神社にお参り行ったのさ。お前設定的に巫女じゃなかったっけ。そしたら大凶だったのさ。むしろ大凶なんて最近入ってないからラッキーなのでは。でなんて書いてあるんだ。とりあえず健康の部分は、あなたは死ぬ。確定かよ。町人は、誰とも会わない。究極のソーシャルディスタンス。商売は、すべてを失うでしょう。まさかの破産宣告。このくじどうしよう。気に結べば効果あるの。それじゃお払いしてもらえば。神様に頼るのはちょっと。巫女やめちまえ。でもまあ確かにあんまり神頼みになるのもな。それでとんでもない借金を背負ったという話があるぐらいだし。え？何それ気になるから教えて教えて。教えてくれたらハリボーをやろう。ハッピーコーラ味だぞ。しょうがないね。今回お前に紹介する人物は、尾上縫だ。一体何者なの？料亭の女将だ。女将がそんなにすごいの？個人としては今までで一番ダイナミックな人だな。どういう人なの？尾上縫は奈良県の貧乏な農家の次女として生まれた。貧乏っていうのは失礼じゃない？6人兄弟のうち1人は栄養失調で亡くなったらしい。これは生粋の貧乏ですわ。母親は弘法大師に熱心に崇めてて、尾上は毎朝般若心経を唱えていたのを聞いて育った。絵本じゃなくて般若心経は斬新すぎる。弟が栄養失調で亡くなったあたりから母親は、狐が降りる、とノリトやお経のような言葉を発してた。何それ超怖いんですけど。さらに家事が苦手で父親は10歳で病死。子供時代がベリーハードすぎる。そんな尾上縫も1944年に高等小学校を卒業し、国鉄の駅員をしたり、工場で勤めたりした。家庭環境的に仕事した方が楽そうだな。そんな縫は給料が安いということで奈良の田舎を出て大阪に行くことにした。都会の方が稼げるからね。大阪のデパートや水商売で5年ほど働いた後に結婚して娘も儲けた。お嫁さんになってぜひウプ主とは違う幸せな道を歩んでほしいですな。ちょっとひどくね。しかし25歳で離婚して親権は旦那の方へ。お帰りなさい。そして離婚後のスタンドバーを経営するもうまくいかず、1955年に再び大阪に出て、南のいろはという料亭の仲居として働くことに。仲居さんか。それで尾上は類稀な選別眼を発揮した。おかみで選別眼なんているの？球種でも見分けるの？野球じゃねえわ。客がお金を持ってるかどうか見分けるんだ。若いサラリーマンには近寄らず、年配の実業家の座敷には率先して出た。そしてお金の匂いを嗅ぎつけて金持ちの客には可愛がられたそうだ。かまど炭治郎もびっくりな能力だな。そしてその能力を駆使してお客からあるプレゼントをもらった。何？ 4°C のネックレスとか？クリスマス翌日にメルカリで大量に売られるジュエリーではないな。では一体何を？料理店や旅館を購入してもらった。さらっと言っておりますがとんでもないことですよ。尾上は女将として働いてわずか10年で仲のいい客からの援助を受け、店を2軒手にすることができた。いくら仲が良いからって店を買ってくれる足長おじさんが存在するんですか？羨ましい。まあおそらくは男女の仲になって手に入れたんだろうな。あら嫌だ。他にも従業員を募集してくれたり店舗を建ててくれたりいろいろ援助してくれたそうだ。至れり尽くせりとはまさにこのことだな。1965年に働いていた店を辞めて自分の店の女将となったんだ。この時35歳でしょ？この年齢で自分のお店を持つなんてすごいな。でもそんな若い女将に経営なんてできるの？1971年に麻雀店を始めて、1983年には大衆料理店大黒屋を新たに開業した。おお、結構順調じゃないですか。もしかして尾上さんはできる女なのか？ところがどっこい赤字続きなんだ。え、なんで？尾上には経営の才能がないんだ。単純に無能力者ということなの？担当している会計事務所の証言によると、8000円の料理を食べに来た客に3000円のライターをプレゼントしたり、はい、料亭の建築改装費10億円も業者のいいねで払ったり、あり、神社のお参りでお賽銭が数十万円に上ったり、豪快すぎるお賽銭だな。水晶玉に8000万円も出したりと。とまあいつ潰れてもおかしくない状態だったんだ。これは無能経営者ですわ。しかし店は回っていて事業拡大もしてるんだ。一体どういうことなんだ？
尾上の経営はめちゃくちゃだったが、強力なスポンサーによって成り立っていた。やっぱそういうことか。彼女は自分の出身を偽ってお金持ちと同郷で実家は裕福だったと言って取り入った。なぜにそんなことをするの？同じ出身といえば親近感が湧くし、実家がお金持ちといえば安心するだろ。お金目的で近寄ってるわけじゃないってことかな？尾上は自身の巨像を作り上げて支援者を増やした。一体どれだけ支援してくれたんだ？ざっくりしかわからんのだが、通帳を見れば一発なのでは？当初は銀行に預けずタンスにしまってたらしい。タンス預金か。それで衣装ダンス全部に現金を詰め込んでたらしい。ごめん、ちょっと何言ってんの？後で計測したら10億円ほどだったみたいだぜ。VTuber のスパチャより全然稼いでいますね。これだけのお金を集めたのは、オカミ以外にも霊能力者としての要素があったんだ。は？母親が霊能力者だったこともあり、おう、母親より強力な霊能力を持ち、両手を合わせて一心不乱に祈ると、次第に手が何者かに惹かれて開くようだった。と税理士に語ったそうだ。税理士には税金の相談しろよ。こういう拝みや、いたこ、祈祷師みたいになって占いをやってよく当たってたらしい。バーナム効果だと思うんですが、この占いを店で実施していたのもあって店自体は繁盛していたとのこと。しかし経費の使い方がガバガバすぎて赤字を垂れ流していたのか。だが赤字に対して愛人としての支援や占い師としてのお布施で埋め合わせすることができた。これは経営がうまくいってると言えるのか？まあ店は回ってたのは事実だ。この資金力で事業拡大にも成功した。だけどこのままだとやべえ気がするんだけど。もちろん尾上にも懸念事項があった。懸念だらけでは？いつか愛人の遺族がこのお金を取り返しに来るとかだ。ドロドロした昼ドラ展開が起きそう。尾上の店の客には金融のプロもいたんだ。まあ料亭とかだったらいそうだよね。そのプロたちから合法、非合法を含めた資産運用のやり方や裏話とかを聞くわけよ。情報を漏らしし放題だな。そして情報を仕入れた尾上はこの巨額の資金を動かすようになった。なんだろう、成功する未来が見えない。尾上は1971年頃に三和銀行など都市銀行に数十の架空名義で口座を開いた。なんでそんなことしたの？詳細な記述はないが、リスク分散のためとかっこよかったからじゃないか？は？かっこいいってどういうことだ？詳細は後で解説する。この当時三和銀行へ預金を多くしていたが、1986年に住友銀行に本一支店に移し始めた。意味がよくわからないな。当時は預金獲得戦争の真っ只中。噂だとうちに預けてくださいとか営業がめっちゃ来るんでしょ？特に尾上は乗客として扱われ、日本一支店の支店長は週に3回尾上の店を訪れ、接待にも使われた。すっげえ大事にされてるな。さらに尾上を支店の年末パーティーに招待したり、公園の前でスピーチなどしてもらったり、支店長の社用車を使わせたこともあったみたいだぜ。どんだけ待遇がいいんだよ。その他にも第一勧業銀行や日本債券信用銀行などとも取引をした。日債銀の部長は店に花を飾り、掃除を手伝う際には観葉植物の葉の裏も拭いていたそうだ。神様みたいな扱いだな。他にも木津信用組合や東洋信用金庫など小さな金融機関とも取引をした。聞いたことないところだな。そして1985年には株の売買を始めた。バブル直前期か。さらに彼女は割り芯を購入した。なんじゃそれ、美味しいの？食い物じゃないわ。通常の債券は例えば100万円で買って定期的に利息をもらえるよな。そうっすね。その他に割引金融債というのがあって、最初に90万円とかでその債券を購入して満期日に100万円が戻ってくるんだ。ということは10万円が金利なのか。割り芯は日債銀が発行する割引金融債の名前だ。尾上はそれを購入して運用したのか。そしてこれらの巨額の資産運用が話題を呼んで、日本興業銀行難波支店とも取引を始めた。日本興業銀行ってなんか聞いたことがあるな。現在のみずほフィナンシャルグループでエリート銀行、銀行の中の銀行と呼ばれていて、普通は法人しかと取引しない。そんなめっちゃ権威がある銀行がおばちゃんと取引をしたいと言ってきたの？気を良くした尾上は早速お金を日本興業銀行に預けて、高銀の割引金融債、割高を10億円購入した。おだてられて10億円も出すってやべえな。まあ尾上は高銀のこと知らなかったんだけどな。え？そしてこの割高や銀行に預けた預金を担保にして借り入れを行い、株式取引を拡大した。お金を借りて株式投資って危険すぎるのでは？尾上は1987年ぐらいから本格的に株式投資を始めた。
株価が急激に上がり始めた時だよね。そして株を購入するんだが、その買い方も変わってるんだ。投資戦略ってこと？まず安定した銘柄を大量に購入するというものだ。最近のトレンドは分散してリスクを減らすが当たり前なのに変わってるな。その後現物を売るときは同じ銘柄を信用取引で買う。何それ循環させてるだけじゃん。いわゆるクロス取引で売り値を下げないためだ。これにより証券会社には手数料が2倍だ。証券会社にとって美味しいのか。そして最大の特徴なんだが。まだ秘密があるの？お告げで買っていた。尾上は弘法大師を崇めてたんだが、母親の影響だよね。日曜日の夕方には行という儀式があり、尾上がガマの石像を使い神がかり状態になり証券マンがこう聞くんだ。この株価はどうなりますかね。そしたら尾上は、上がるぞよーとか、まだ早いぞよーなんて答えていたようだぜ。ガマ半端ねえな。こんな感じで大量の株を売買していた。1988年には第一勧業系列の日本勧業管轄証券の支店長が常駐して付きっきりとなって、尾上の売買に対応してたんだ。支店長が常駐してるのかい？それでこの支店の売り上げは急激に伸びて社内トップとなったんだぜ。尾上様様だな。金融緩和による株価の高騰により尾上の株式はどんどんと増えて、1989年には2254億円にも達した。すげえ。この頃日本興業銀行は厳しい環境からの生き残りをかけて、個人の資産管理に力を入れるようになった。尾上がぴったりじゃないですか。資産運用のモデルケースとして尾上にいろいろと力を入れた。そして不動産の購入を進めたんだ。尾上は大阪に不動産5物件を137億円で購入した。尾上にとっては安いものでしょ。資産はどんどんと膨れ上がっていき、1989年の金融資産は6182億円となった。すげえ。1990年にはテレビ番組に北浜の女相場試験料亭おかみとして出演。カバンいっぱいに入った株券や預金証書を見せたり、神様のお告げを披露したんだ。尾上さんめちゃめちゃ調子いいじゃないですか。この資産は尾上の個人資産だったからさすがに資産管理会社を作って管理するようになったぜ。じゃないと相続税がエグそう。これらによって尾上は巨大な資産を築いたんだぜ。これだけの資産があれば今後も安泰して暮らせるね。それでこの後どうなったの？株価暴落して逮捕されて破産した。なんでそんなトリプル役満みたいなことが起きたんだ。じゃあもう少し詳しく解説するな。おなしゃす。尾上は巨大な資産を築いたが、その元となった資金の多くは借金だったんだ。え？株で稼いでいたのは？誰もそんなこと言ってないぞ。騙されたよ畜生が。尾上はもともと持っていたお金の預金、店の土地や建物を担保にしてお金を借りた。そのお金をまた預金したり割り口などを購入して、これを担保にお金を借りたんだ。ちょっと待って、割り口って要は貸し付け、借金だよね。金融機関で借りたお金をまた金融機関に貸すって儲からないのでは？だから儲かってないんだよ。マジで？この人何のために借金してるの？自分でもわからないらしい。やべえよこいつ日本語が通じない。1987年5月に日本興業銀行は尾上に対して割り口を担保に25億円貸し付けた。さらっと言ってるが個人に貸し付ける金額じゃないぞ。逮捕後に法廷でこの借り入れの理由について聞かれたんだが、特に必要なかったと思うんですが、頻繁に客として来てもらったので、と供述。おっとこいつはとんでもないアホだぞ。この借り入れは半年後に返済されたが翌年もまた借りて、その年の工銀への融資残高は180億円にも上った。今だと上場企業でも大きい借り入れ額だな。ちなみにこの時代定期預金の金利は 5-6% の時代だ。借り入れの金利がエグそう。尾上はこの借り入れの返済や金利の支払いをした上で預金したり、割り口や株式を購入した。そしてそれを担保にまた銀行やノンバンクなどで借り入れを行ったんだ。素晴らしいほど綺麗な自転車操業だな。しかもものすごく加速する自転車操業だぞ。しかしいくらバブルとはいえ銀行も貸しすぎなのでは？要因は3つ。1つは土地や株が異常な高値をつけていて担保価値が高かったんだ。そしてその株の売買益で儲かっていたので金利の穴埋めができた。あのやべえ買い方で利益が出るってやっぱバブルはすごいな。2つ目は尾上はとんでもない資産家という虚像を自ら作り上げていた。どういうこと？お上や愛人としての人を見る目、人心掌握術、
さらに優秀な占い師というバックボーンを加えて尾上縫いという巨像を作り上げた。優秀な経営者という側面は、そんなものはない。あ、すんません。尾上は株価なんかを聞きに来た証券マンや銀行マンたちに対して縫いの会という親睦会を作らせたんだ。もう金融界のアイドルだな。その一方で情報交換をすることを極端に嫌い、交換しそうになったら即座に取引を停止したそうだ。それは怪しい宗教や政治団体の手口では？尾上はこの巨像で資産を膨張させた。したというよりさせたのでは？そして最後は簡単に言うと詐欺行為をしたんだ。あ、だから逮捕されたのね。尾上の資金調達方法はまず銀行に定期預金を行い預金証書を入手する。預金証書は預金をしているという証明書ね。その後すぐに預金を解約、別の金融機関に株や割高などを担保にしていたものを預金証書と差し替える。これって預金証書が担保になってないのでは？この戻ってきた担保を売却して現金を得るんだ。銀行は預金解約しても証書を回収しないのか。これは初期の手口だったんだが、もうめんどくさくなったのか証書を偽造するという手口を思いついた。思考がヤバすぎる。尾上は傷信用組合や東洋信用金庫など比較的小さな金融機関に対して、預金をするからその数十倍の預金証書を作りなさい。このおばはんやべえこと言いやがるな。まあこんなヤバいもん当然ことは、金融機関はこれを引き受けた。引き受けたんかい？弱小金融機関にとってこの時代の預金は命より重たいからな。これバレたらとんでもないことになるのでは？日本の金融機関の信頼を揺るがす大事件だな。うわぁ。これに加えて尾上の経営センスのなさが拍車をかけた。まあでも料理屋の失敗ぐらいでしょ？購入したビルの運用にも失敗している。テナントが入らなかったの？一例で尾上が37億円で購入したビルだと稼働率 90% で年間 1.6 億円の収入が見込まれていた。23年で投資分回収できる計算だね。これに外部の運営管理費が7500万円。結構高いんですね。これに保険料や税金、利息の払いを含めると、あんまり益でないのでは？なんと2億円の損失。アホだー。利息が 6.3% だから全部借り入れだった場合年間 2.3 億円の利息だ。利息も払えないやんけ。これは銀行の系列の不動産が販売して、銀行がお金を貸したという形でこうなった。完全に銀行の食い物にされてるな。この上90年は株価が急落して金融資産は2650億円にまで下がった。負債はいくらなの？7271億円。あ、終わった。今までは担保を出して借り入れをして、返済や金利の支払い、加えて株や金融債を購入していた。それで資産をどんどんと増やしたんだよね。その代わり負債もどんどんと増えて1990年に支払った金利は627億円にも上った。あはははははは。もう笑うしかない。工銀グループだけでも2475億円の債務残高だからな。みんな気づいているか？これ個人の負債だぞ。尾上はなんとか現金を作ろうと担保を引き出し新たな借金の担保にしたんだ。担保を引き出すってどうやるの？番号を確認するだけだから担保ちょっと返してくれない？絶対に迷惑かけないから。振りにしか聞こえない。それで担当者は解約されるのを恐れて会社に黙って担保を抜き取った。営業マンはよくこんな危ない橋を渡るよな。さらに尾上は本来できない株券の預かり証を担保にし始めた。それってただ預かったってだけの証明書でしょ？騙す気満々だな。日本興業銀行からこの件について内部告発が出てきて表に出始めてきた。ヤバス。とうとう警察も捜査を始めた。逮捕へのカウントダウンだな。尾上は日本興業銀行の担当者に電話してこうお願いした。警察が私と暴力団の関係について調べてるらしい。問い合わせが来ても東洋信金の定期のことは言っちゃダメだからね。え？これで工銀は預金証書に違和感を持った。ただ発行自体は東洋信金が発行したものだから判断は難しい。印鑑とかは正規のものだろうからね。そして1991年8月9日、松下電器系のナショナルリースが、東洋信金発行の500億円の偽の預金証書をつかまされたと近畿財務局に通報。あ、この通報をきっかけに大阪地検特捜部が動き8月13日に尾上は逮捕された。ようやく尾上を抑えられたか。この時東洋信金全体の預金量は3500億円ぐらいだったんだが、それがどったの？東洋信金が偽造で出した預金証書の総額は3240億円だった。出しすぎだろ。逮捕時の尾上の借入金総額は4691億円だった。ちょっとは減った気がするな。そして1986年から逮捕までの借金総額は、ごくり、2兆7736億円。あー。
ちなみに金利は1300億円だぜ。なんか端た金に見えてきた。自転車送料で高速で借り換えを繰り返した結果だろうな。一番借金が多かった時の1日あたりの金利は 1.7 億円だったみたいだ。年末ジャンボを2日に1回当てても払えない金額じゃん。逮捕の翌年東洋新金は解体されて三和銀行に吸収合併された。一人のババアによって金融機関が潰されたのか。ババアって言うな。1992年に刑務所で自己破産。この時の負債総額は約4300億円で個人としては最高額だったらしい。スケールがでかすぎる。尾上は2014年頃に亡くなったとのことだ。大往生だったんだね。ところでさ、なんでこんなに借金してたの？基本ずっと儲かってないじゃん。検察はこう結論付けた。ちやほやされたかった。は？頼まれると断れない性格だったらしくて、それで借金してでも銀行から頼まれた預金をしたみたいだな。筆舌に尽くしがたいアホだな。尾上はお金を集める天才だったが、お金を運用することに関してはアホだった。当時投資をするものだったら誰でも知っていた肯定具合という単語も知らないババアだったんだ。ババアって言っちゃったよ。知識を持たずにお金を持ち、金融機関の食い物にされて生まれたバブルの怪物、それが尾上縫いなのだと私は思ってる。本人は晩年どういう思いで過ごしたんだろうな。ま、今回の教訓はお金を運用するときはガマの力に頼らず勉強して知識を身につけようだな。ガマの力に頼るやつなんていないでしょ。ということで今回はここまで。動画への評価、チャンネル登録をぜひお願いします。この他にもメンバーシップやサブチャンで生配信をやってるので興味があればぜひ。ちなみにこれはサブチャンで取り上げたものを動画にしました。それでは、ご視聴ありがとうございました。